乗客でガロッポイゲーやってくぞがー。ゆっくり実況、始まるよ。ガロッポイゲーって何よ。見たまんまよ。まあガロのことはパチでしか知らんけど。っていうパチカスですね。このゲームを見た瞬間。あ。ガロだ。って思ってついつい買っちゃった。ガロ乗客のくせに。ってことで超簡単にストーリーを紹介すると。オルドリアンっていう平和な国があって。でもこの悪い神官がその国をこの世の地獄かっていう感じにして。おまけになんか魔法を使って魔物を召喚して。魔物を使ったパワープレイで平和な世界をフルボッコ。ついでにこの神官は自分を魔王って名乗って偉そうにしてて。めっちゃ適当じゃないの。そしてその変な奴はその国のお姫様をさらったとかなんとか。このお姫様がさらわれたのね。って感じの1万円ゲーとなっております。また愚かな買い物を。そんな絶望の世界に現れた黄金騎士。このランスロット君が頑張って平和を取り戻す物語のようです。ってことでガロゲースタート。ガロじゃないってば。操作については A でジャンプ。A を2回押したら2段ジャンプ。そして十字キーと B ボタンの組み合わせで剣の攻撃。そしてしゃがんだりすると盾で防御。あ、あと敵が落とす銀みたいのを拾うと体力がちょっと回復するってのと、敵を倒すと経験値が溜まって、一定まで上がるとレベルが上がって攻撃力と体力が増えます。って BGM とグラフィックがなんかすごくないですか？攻撃の時になんか声も出るし。クオリティが高いですね。部屋、部屋、部屋、メリサがうるさい。部屋、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 早速うるさいやつだ。いやいや霊夢さん、なんだってさ。このゲーム、すべての敵に今流行りの AI を使ってるらしくて。AI は AI でも時代が違うでしょうよ。いや、ソードマスターの AI は絶対裏切らない。何よその謎の信頼は。ってことでこの AI の敵目。おや、おや、うや、いて、さすが AI。単に火試しただけでしょうよ。調べたところによりますと、何やら単純な攻撃をしてると AI はその動きを学習するとかなんとか。本当に学習するんですか？アテナさんが AI って言ってんだから AI だろ。また謎の信頼。ってことでこの AI 骨骨ロック目。って全然当たらない。そりゃ敵も学ぶわ。もしもこの AI が本物なら、こんな単純攻撃では倒せないはず。どうなるかねー。っていうテストをしてるようです。あ、なんか勝ちそう。勝っちゃった。ちゃったじゃないってば。ってことでこの AI はドラクエ4のクリフトレベルだということがわかりました。無駄にザッとか使うやつですね。あーそれそれ。デスピサロンのザッとか使うなでーってなった。ってなったって言いたいだけっていう雑談をしていたら1年のボス戦となりました。こいつの魔法は FF FF? ほらメテオ。確かにメテオだけど。ってここも結構やり直ししてるやつですよねー。マジでそれ。私は繰り返す。何度でも繰り返す。また窓マギパチカス。ってことでやってやりました。本作は BGM もサウンドもかなりクオリティが高いようで。あーマジでバットマンといい勝負。ってなんか BGM が不気味じゃないですか？あー火の玉あっち行け。また出たあっち行け。こっちみんな、お前もどっかいて。何してんのよ。だってさ、何がだってなのさ。なんかこのステージ、見た目怖えやつがたくさんいるからさ。って全然言い訳にもならないじゃないの。そうでした。って今度は目ん玉みたいな不気味なやつ。実はこいつは倒せないやつで。そうなの？これこれ。ほんとだ。なのでここはうまいこと避けていくしかないですねー。ってことで通過。あっさり。でもこいつはヤバみ。おや、いて、目ん玉マジであっち行け。この、この、ジャンプーいて。おら、おら、ジャンプーいて。どうすれってよこれ。独り言が激しい。うわぁ。って綺麗に落ちたじゃないの。うぬぬ。ってことでゲームオーバーとなりました黄金騎士マリサ選手。コンティニューは5回まで。無限じゃないのかぁ。ってことで戻ってきました。やっぱり懲りない。ってジャンプー。あ、目ん玉消えた。落ちちゃった。何してんのよ。ってことで懲りずにコンティニュー。戻ってきた。よくやるわぁ。そしてなんかわかんないけど通過しました。単なるゴリ押し。私にテクニックを求めてはいけません。だからその開き直りさ。静寂は今に始まったことじゃないんで。って何してるの？いやちょっとイメトレを。あ、あの面玉を飛び越えるイメトレですね。うや。ジャンプ。どうだ見たか面玉目。
そしていきなり2面のボス戦。おお、なんか強えぞこいつ。さすが AI の敵。さっきはクリプトだとかって言ってたくせに。あーマジでやめて。これはギリギリの勝負。何がテュンテュンだってさ。テュンテュン無理さ戻ってきた。立ち直りが早い。てこのさ迷う鎧目。ドラクエじゃないってば。よしよし今回はいける。てクリプトの裏に。言うほど恨んでないでしょうよ。はいそうでした。勢いで言いました。なんなのよ。ってことで次は3面。なんか城みたいなとこにやってきた。そしてまた怪しげな音楽。で背景のスクロールがなんかすごいことになってますね。さすがアテナさん、超に若のくせに。そしていよいよ AI も本気出してくる。ほら怪獣。AI 関係ないでしょう。いやいやこやつはきっと頭のいい怪獣なはず。炎とか尻尾で攻撃もしてきたりしてる。はいさようなら。何よその一人芝居。そして今度は変なやつ。確かに変だけどさ。でお前はあっち行け。意外とあっさり倒した。そしてまだまだ中ボス的なやつが出てきます。またさ迷う鎧か。今回はホイミスライムさんは一緒じゃないんですね。だからドラクエじゃないってば。が緊張の時、さ迷う鎧とセットのホイミスライムが邪魔でしょうがなかった記憶。ってなんか結構うまいこと攻撃が避けられてませんか。この AI 目。ほらよしよし大事。って結構簡単そうに見えますけど。なんだとう。なんだとうじゃなくてさ。霊夢よく聞け。何を突然偉そうに。1万円だぞこのゲーム。勝手に買ったんでしょう。はいその通り。なんかガロっぽくてクオリティが高そうという理由だけで買いました。愚かですねー。でもなんだかんだでなかなかいいゲーム。 BGM もいい感じなんですよねー。そうなんよ。最後のステージの BGM なんかも結構いい感じでして、きっとガロ好きのパチンカスの皆さんにとっては気になるゲーム。ガロ全然関係ないでしょうよ。いやそうだけどよ。なのでリアルガロファンの皆様、本当に申し訳ございません。謝るなら言わなきゃよかったのに。まあそうもいかんのですよ。でまた変なやつ。おおこいつは飛び蹴りまでするという AI。 ただ AI って言いたいだけ。動画見たかリザードマン目。でそろそろボス戦だったと思いますよ。マジか。でちょっと操作のコツが分かってきた。どういう感じさ。ですねー、ジャンクからの面攻撃。これが結構いい感じで当たってくれる。普通にジャンク攻撃をするだけじゃダメなんですか。ああそれだとこやつらは結構うまいこと避けてくるから。ジャンクした後、攻撃の瞬間に上を押して剣を上から振りかざすように攻撃すると、結構いい感じで攻撃が当たるということを理解した。って何気に敵の体力が回復しましたね。マジか。アクションゲームのくせにホイミを使うとはさすが AI。 わかったわかった。でそろそろ勝負がつきそうですかね。いて、おらしかしい。ってことでやってやりました。またなんか取りましたけど。知らん。また情弱。何やらセレクトボタンでキャラを変えれるという話だったみたいなんですが、リアルにそんなことを知らないでプレイをしているようです。ってことで次のステージ。ここはどんな感じのとこなんですか。ここは落ちてさようならになるところが多いから、落ちてさようならにならないように注意。落ちるのを誘うかのような敵もちょいといますんで。ああ、あの倒せない面玉は要注意。二面で出てきたやつですね。そうそう。もちろんここでも練習中は落ちてさようならになったと。ああ、当然っす。やっぱりねー。まあここの変なちっちゃいドラゴンはいいとして、この後の面玉ラッシュよ。面玉ラッシュ。あ、これこれ。ぶつかったら吹っ飛ばされてさようなら。前振りかな。おら、うや、とや。その掛け声いらなくないですか。いやいやいるんだって。マリサさんの自己満でしょう。まあそりゃそうなんすけど。でここでレベルが上がったようです。なんだかんだで結構強くなってきた。そしてそろそろボス戦。また出たか変なやつ。だからあんたに言わせたら全部変なやつだって。リアルにこんなやついたら絶対変なやつだろ。変なやつっていうか絶対ビビるでしょうよ。ああそれはリアル。私は誰よりも早く逃げる。そういう時だけ俊足。ってことでこの変なやつめ。動画見たかー。やっぱり勝つと調子乗る。でも謎の魔法のことは相変わらずスルーするという情弱っぷり。まあ勝てばよいのだよ。キメイマルくん、何を偉そうに。
ってことでいよいよ敵の本拠地に近づいてきました。大股なんか凝ったグラフィック。ここのステージはちょっとしたボスラッシュみたいな感じとなってまして、あ、さっきの城の中のステージと似たような感じですね。そうそう、それまでにこの雑魚敵から回復アイテムとかを強奪しつつ、次の中ボス戦に挑むという流れ。お、来た来たって言ってますけども、はやここは初見なんですよね。実はそうなんす。現在敵の攻撃パターンがよくわからない状態で戦っております、情弱魔理沙。でも得意のジャンプ攻撃でなんとかしのいでるってことですね。今んとこはこれでなんとかなってる。でも AI を搭載してるっていう近未来ゲーだから油断できん。また AI って言いたかったやつ。ってことで謎の魔法使いを倒しました。で次はどちらさんよ。相変わらず日本語がおかしいですね。まあ得意のジャンプ攻撃で倒せるんじゃねえか説があるんで。お、出たか変な赤いやつ。でこいつは飛び蹴りもありのやつか。ダメージが結構大きいですから注意してくださいよ。注意しろと言われましても。いて、なんか嫌な予感。いて、いてこれはやばい。あーやめて。あーあーあー、見事に散った。また出しゃばりの人。悔やんではいけません。出たはざなぶー。ってことで戻ってきた。立ち直りが早い。今度は負けないぞこの赤いやつ。何かコツを掴んだんですか。いやーそういうわけじゃないんすけど、なんか倒せた。ってことでまたちょっと進みまして、ダラダラするから早送りのやつですね。そうっすそうっす。あ、なんかこいつはさっき戦った記憶、めっちゃ弱かった記憶、なんとなくアクトレイザーで見たような敵に似てる。言うほど似てないでしょうよ。っていう個人的感想のやつなんで。また個人的感想。ってことでこいつは余裕の勝利。でコンティニューの残りがあと1回しかないはずなので。あーそうだった。ゲームオーバーになったらもちろん最初からですよね。当然最初からって言ってたらボス戦。なんか強そうなドラゴンだ。でこのドラゴン頭いいぞマジで。スレスレで避けられてる。あーなるほど AI め、私の単純攻撃をさすがに見切り始めたか。だったら攻撃パターンを変えたらいいじゃないの。そう言われましても違うパターンの正解がわからないもんで。なんたって初見の上弱プレイですからね。下手なことしたら速攻で負けそうな気がするんで。ってやっぱりアホほど避けられてるでしょうよ。まあでも言うほどダメージもそんな食らってないから大丈夫。ってことでこれは半分持久戦になりました。ドラゴン戦、マリサさんの単純思考とドラゴンの AI、 どちらの方が優れているんでしょうか。見た感じはドラゴンの方がいい動きしてますけど。ドラゴンのくせにぴょんぴょん跳ねおって、おら、でやってこのドラゴン防御力もめっちゃ高いことに気づいた。確かに敵の体力ゲージがあんまり減らないですね。でマジで攻撃が当たらん。そりゃ同じ動きばっかりしてるしねー。でこの変なドラゴンの体力もあと少し。なんだかんだで1分以上戦っておりますこのドラゴン戦。マジか。てかちょっとそろそろ勘弁してくだち。出たガンツ。でこのドラゴンめー、その状況なんとかしなさいよ。やりました。クソザコドラゴンをやってやりました。めっちゃギリギリだったくせに。てことで次のステージに突入。今度は城の中か。また落ちたらさようならになりそうな場所がちょろちょろと。でこのキンキンは何よ。確かに謎の物体だ。そして下から股間をぶっ刺してくるという恐怖の槍。これはリアルに考えるとやべえやつですね。ではあの槍みたいなやつのタイミングをしっかり測りまして。オラ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 。セリフと動きが合ってない。もう一発。ドヤ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 。だから合ってないってば。どうだ見たか変なキンキンめ。いて、調子乗るからさ。でここはジャンプのやつか。タイミングをしっかり測って、おらーってなんか吹っ飛んだ。落ちた。でしゃばるねー。ってことでこれがラストのコンティニューとなります。黄金騎士マリサ選手。で戻ってきた。落ちちゃった。何してんのよ。ってことであっさりゲームオーバーのガロ選手。ってことで本日もガロゲー実況の時間がやってまいりました。何を何事もなかったかのように始めてんのよ。このゲーム、悪いアースをやっつけて姫を助けるっていう話でして。わかってるってば。
って何気にやり直しをしているマリサ選手。この、オラ、デア、ウア、この。ってことで戻ってきましたガロ選手。よくやるわー。今度こそ。落ちちゃった。何してんのよ。っていうデジャブなんじゃないかっていうさようならシーンでしたが、さすがに今回は通過したようです。ちょっとここのステージはしゃがみ案件が多くて遅い感じなんで。早送りのやつですね。あ、じゃあここで個人的気持ちいいあるある。何よそのあるある。カーナビが言ってきた予定時刻よりも早く着くと何やら気持ちいいあるある。あんただけじゃないの。ってことでこの露出狂の変なやつめ。何が露出狂だってさ。くらえ。おら、おら、意外と早かった。ってここで気づいたことなんですが。うん。このゲーム、実はゲームオーバーになってもステータスだけは引き継がれるという、安心安全のやり直し案件。そうなの？ってことで強くてニューゲームマリサ行きます。でこの感じはラストステージかな？ BGM 的にもなんかそんな感じ。でラストステージといえばありがちなのがボスラッシュ。あー確かにそういうの多いねー。マリサ、本気出す。また安っぽい本気。この骨骨ロック目、骸骨が出てきたら絶対それ。ってことで骨ロックさようなら。次はどんな愚かかな？愚かねえ。ってことでやっぱりここのステージはボスラッシュみたいですねー。今度はどっかで見た変なやつ。飛び蹴りをしてくるカオスな爬虫類。飛び蹴りの格好がすごい。ってことで爬虫類さようなら。で今んとこは順調な感じのウーボンマリサさんですが。あーちょっとパチカスチャンネルを作ったんで興味ある方はどうぞ。無理やりウーボンつながりでねじ込んだ。そして今度はホイミスライムとマブダチのやつ。さまよう鎧じゃないってば。しかしここにはホイミスライムはいません。ってことであっち行け。また出たあっち行け。でパチカスチャンネルはだいたい週1回の更新を予定してるんで。体が持てばって話でしょう？あーマジでそれ。かまいたちの夜のスロー打ってみたいという今さら感満載パチカス。そんな題があるんだねー。マリサさんはまだ一度も見たことがないようですが。今インターネットで探してるとかなんとか。ビタ押し系のあれらしいんでちょっと恐怖なんすけど。マリサさんは言うてもビタ押しは上手くないですからね。ほんとそれよ。まあもしビタ押し系の台を打ってアホほどミスる様子があったら、決して下手くそとか言わないように。何よその注意喚起は。下手くそだけど下手くそって言われるとへこむだろマジで。だったらやらなきゃいいでしょうよ。それでもやりたくなるという技術介入系マシン。って何やら強そうな鎧のやつと戦っておりますが。あ、大丈夫。だけど体力がちょっと減ってきた。体力回復の薬が欲しい今日この頃。ってまた鎧男か。自分もそうでしょうよ。あ、確かに。じゃあこの変なやつ。どっか行け。よしよし退治。ってここで体力回復薬ゲット。でもちょっとしか回復しませんねー。それがきびいところ。で、そろそろボス戦かな？あー結構な変なやつを倒してきたし、そろそろボスでもおかしくないかも。って言ってたらボス戦の BGM。 何よこのハーゴンみたいな弱そう。あーごめんなさい嘘です。何よそのビビリ。あーどうしよう。どうしようったってさー。きっと適当に近づいたら雷で。あーやっぱり完全に独り言。ってマジでどう戦ったらいいのかわからん。近づいたら容赦ない雷攻撃。どうなるかねー。あー雷やめて。だからやめろってー。きっとなんかパターンがあるんでしょ。敵が弾を飛ばしてきた瞬間に飛び込めば大丈夫みたいなんですが、マリサさんはまだそのことには気づいてないようですねー。ただただうろうろしてるようにしか見えない。あーこりゃ困った。黄金騎士マリサ、この AI には勝てる気がしない。 AI ねー。あーまた出しゃばりの人が。まだまだー。でも余裕で負けるやつー。なんなのよ。また負けた。マジでいい加減にしろ。ハーゴンめ、ハーゴンじゃないでしょうよ。ってことで今度はもう負けない。ほんとかねー。ここでやっと何かを掴んだ黄金マリサ選手。かかってこい変なやつ。今度は勝てるかな。おら。ってことでパターンが分かってしまえばこんなやつまた突然強気。ってことで個人的貧乏あるある、また謎のあるある始まった。駄菓子のビップカツでカツ丼にならないか全力で考える貧乏あるある。あんただけじゃないの。あ、あとあと。まだあるの？謎のディスカウントショップのカップ麺をアホほど買い込むという貧乏あるある。だからそれはあんただけじゃなくて。全然話聞いてないし。
してこれで終わりだと思ったらやっぱり変身するやつ。もっと変なやつになった。確かに変だけどさ。これがラスボスか。なんか弱そうだ。ピキピキじゃないってば。ってことでとどめー。意外とあっさり倒した。と思ったら第三形態のやつ。は？ちょっとマジで予想してなかった。そして倒し方が全然わからないという圧倒的ピンチ。そして気づいたらさようなら。第三形態は効いてないぞマジで。そして最後のコンティニューも使い切ってさようなら。あもう、あもうじゃなくてさ。じゃあ改めまして、ってことで始まりました黄金騎士実況のお時間。何よその茶番は。このゲームは変な奴から姫を救うというお話。わかってるってば。そんなわけで AI が搭載されているという噂のこのゲーム。だからわかってるって。で、強くていうゲームになるという安心安全設計仕様ですので。あーだこうだ言いながらもまた最後のステージに戻ってきた黄金騎士。ほんとマジで許さんぞあの変なやつ。散々フルボッコにされてるくせに。で、ラスボスまでの道のりをダラダラ見せるのもあれなので。あれなので。そうれ。だから怒られるってば。ついつい愛が溢れ出た。相変わらずカスですね。ってことで歌舞伎モノマリサ、また勝手にワールド入ってる。この変なやつの弱点は右端の鏡みたいなやつらしくて、地味にむずい部分ってのが、あの鏡みたいのが一瞬光ってる時じゃないとダメージが与えられないというちょっと運ゲー的な感じ。いつ光るのかはわかんないの。その辺に関してはマリサさんなりにいろいろ考えてみたようなんですが、結局わからなかったからとにかく攻撃をしまくるというゴリ押し系。でまたアホほど長期戦になるから早送りと。ネットで調べてもこれといった情報は見つからなかったんで、とりあえず数をこなしてぶっ倒した方が早いんじゃねえかっていう判断。結局ゴリ押し精神なわけですね。勝てればよし、勝者が正義なので。またそれっぽく言ってるだけ。でいよいよ相手の体力もなくなってきましたが、黄金マリサさんの体力も結構ギリギリのやつ。おらくらい。おう倒した。やりました、やってやりました。この黄金騎士歌舞伎モノマリサ、いろいろ混じりすぎ。大姫よ、なんとかわいそうな姿。このゴツゴツした鎧で抱っこして死んでよう。地味に痛そうだ。ってことで何やらエンディングっぽいかっちょいい BGM。 で今回は意味不明に1万円ゲーでしたけど、実際にプレイした感じはどうでした。いやー良作だと思います。良作だとは思うんすけど、なぜ1万円も出してしまったのか。勢いで買うからでしょうよ。まあ楽しかったは楽しかったからいいんじゃないでしょうかね。ああマジでそれ、結果楽しめたからよし。じゃあ難易度的にはどんな感じだったの。難易度もちょうどよし、操作性もいい感じだし、コンティニューが5回っていう縛りかと思いきや、密かに強くてニューゲームになってるってのは安心安全設計でした。なるほど。ってことでございまして、今回はアテナさんのレアゲー、ソードマスターってのをやってみました。ここまでご覧いただきまして、本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。というわけで今回はレアゲーでございました。概要欄にエンタメパチカスチャンネルも貼ってありますので、興味ある方はぜひ立ち寄ってみてくださいね。私は何度でも繰り返す。出た窓まぎ。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあまたねー。